マーク56砲射撃式装置はアメリカ海軍が開発した艦砲用の射撃式装置。第二次世界大戦世代の GFCS としては最高度の性能を備えている。砲板は気力操縦で X バンドのレーダーマーク35と高角照準機を備えており、捜査員2名が登場する有人式であった。 操作員の高額照準による目標追尾も可能であるが完全な自動追尾が基本的な運用でありアメリカ海軍の実用機としては初めて盲目射撃も可能となっているまずビームを6度の角度で振ることでゆっくり空間を操作する螺旋操作によって目標を補足した後ビームを振る角度を0.5度に狭めて素早く速角即挙する円水操作によって 目標を追尾する。追尾目標の速度は、行為版のジャイロスコープ及び距離追尾サーボ系のタコメータージェネレーターで求められる。弾道計算は管内に収容されたコンピュータマーク42で行われ、弾道計算筐体を追加すれば同一目標に、対して2種類の方を試行することもできた。また、対戦中、高速で突入する特攻機に対して、 レーダー追尾が追いつかないケースが多発したことから、アメリカ海軍作戦部長、アーネスト・キング大将は、工学機器を追加装備させた。本機種は、1945年8月に初号機が納入され、1950年代より運用に入った。戦後も、性能向上が進められ、アオン速機に対してであれば、追尾開始から2秒間で射撃を開始できるまでになった。 指揮する砲としては、当初は38口径5インチ砲が用いられたが、戦後に50口径3インチ連装速射砲が開発されるとこちらが標準的になった。また54口径5インチ単装速射砲については、マーク68が標準的であったが、本機も複砲違反として用いられた。日本の海上自衛隊では、戦後初の国産護衛艦であった春風型で、 本機種の装備を要求したが、アメリカ側より認められず、実際の装備化は、第二次防衛力整備計画での山雲型移行となった経緯がある。イギリスでは、本機種をもとに MR、MRS-3 が開発された。原型となる903型は1946年より開発開始され、1958年より収益した。また、GWS。 22C キャット股間防空ミサイル、システム用の派生型として904型も開発された。この他、射撃式レーダーを砲側装備に変更したマーク64ガンナーも開発され、これは主としてカナダ海軍において使用された。これは後にカナダが独自にデジタル化回収を施し、レーダーを SPG-515 に変更したマーク69に発展したアメリカ合衆国日本イギリスインド。ありがとうございます。